タンパの都心1910から20年代頃のフランクリン通り、フロリダ州内の一タンパは、アメリカ合衆国フロリダ州中部のメキシコ湾側のタンパ湾の奥部に位置する商工業及び観光、保養都市。隣接するセントピーターズバーグ、クリアウォーターと共に、人口274万7272人の大都市圏を形成する。これは、 全米で19番目の規模であり、マイアミやジャクソンビルと並んで、フロリダ州の経済の中心地の一つである。人口は2011年の記録では34万6037人。州では、ジャクソンビル、マイアミ市に次いで第三の都市。フロリダ半島中部に位置し気候が、年中温暖という利点から、アメリカ国内からの移住者で、人口は増加傾向にある。 1823年に集落を結成、天然の良好に恵まれ、漁業が盛んであった。1883年に近辺でリンゴ産出。後に果物、木材、葉巻きタバコの集産地として発展する。近年はオーランドと共にシリコンエレクトロニクスベルトの中枢を占め、半導体産業が発達。メキシコ湾岸有数の大都市だが、 観光業も発達しており、ヨットやクルーザーなど、マリンスポーツのメッカである。イギリスが発表するグローバリゼーションと世界都市研究ネットワークの2019年版においては、ベータマイナスの都市と評価された。隣接するマクディール空軍基地は、アメリカ中央軍の司令部所在地である。タン波は、北緯27度58分15秒。 生八82度27分53秒のフロリダ半島の中西部に位置し、メキシコ湾に面する。アメリカが州国統計局によると、この都市は総面積441.9平方キロメートルである。このうち290.3平方キロメートルが陸地で151.6平方キロメートルが水地域である。総面積の34.31%が 水地域となっている。数多くの泉があり、ケーブダイビングが盛んである。マナティが住むクリスタルリバーが有名。2000年度国勢調査によると、タンパの人口は30万3447人、12万4758世帯、及び7万1236家族が暮らしている。人口密度は1045.4平方キロメートルである。 467.8平方キロメートルの平均的な密度に135,776件の住宅が建っている。この都市の人種的な構成は白人64.22%アフリカン・アメリカン26.07%先住民及びアラスカ先住民0.38%アジア2.15% ハワイアム及び他の太平洋諸島系0.09%、その他の人種4.17%、及び根結2.92%である。人口の19.29%はヒスパニック、またはラテン系である。12万4758世帯のうち27.6%が18歳未満の子供と一緒に生活しており、36.4%は 夫婦で生活している。16.1%は未婚の女性が世帯主であり、42.9%は結婚していない。33.7%は一人以上の独身の居住者が住んでおり、10.2%は65歳以上で独身である。1世帯の平均人数は2.36人であり、結婚している家庭の場合は3.07人である。 この都市内の住民は24.6%が18歳未満の未成年、18歳以上24歳以下が10.0%、25歳以上44歳以下が32.3%、45歳以上64歳以下が20.5%、及び65歳以上が12.5%にわたっている。中央値年齢は35歳である。 女性100人ごとに対して男性は95.3人である。18歳以上の女性100人ごとに対して男性は92.1人である。2000年度国勢調査によると、世帯ごとの平均的な収入は34,415ベ米ドルであり、家族ごとの平均的な収入は4517ベ米ドルである。男性は31,452ベ米ドルに対して、 女性は26,133米ドルの平均的な収入がある。この年の一人当たりの収入は21,953米ドルである。人口の18.1%及び家族の14.0%は貧困線以下である。全人口のうち18歳未満の26.8%及び65歳以上の15.1%は貧困線以下の生活を送っている。 ようこそ、タンパチャンピオンズの町へタンパは3つのメジャースポーツチームの本拠地となっている。市内への道には、ようこそ、タンパチャンピオンズの町へという表示がある。1930年代より、プロレスリングが盛ん。カール・ゴッチ、ハルカ・ホーガン、バリー・ウィンダム、レックス・ルーガー、ダスティローデスラ著名選手が居住した。1960年代初樹より、 日本人の広松田が居住し、1970年代には、レスリング柔道スクールを開校し、ハルカホーガン、ポール・オン・ドーフ、レックス・ルーガー、タニツ・ヨシアキ、武藤ケイジらを育成した。日本プロレス界に多大な影響を与えたカール・ゴッチ宅には、藤波達治、佐山悟、藤原義明、前田明、高田信彦らが居住して修行した。 ハートラインのロゴチャニルサイドで乗客を乗せているテシデンタンパ国際空港はこの都市の主要な空港である。2005年の統計ではアメリカ合衆国で27番目に利用者の多い空港となっている。なお、2003年3月にコンデナスと旅行雑誌がこの空港の創造性と建物のデザインに対してアメリカ合衆国の中で1位及び世界で3位の ランクをつけた。ダウンタウン近くのダビス島には、ピーター・オーナイト空港と呼ばれる小さな一般的な航空機用ターミナルがある。セント・ピーターズバーグイコールクリアウォーター国際空港は港よりアクセスでき、航空旅行者のために他のオプションを提供する。タンパユニオーム駅がダウンタウンに隣接しており、アムトラックの長距離列車が発着する。チャネル地区に位置するタンパ港は、 フロリダ州最大の港湾施設を備えているクルーズ船の機構が多い。ありがとうございます。